めっちゃどうでもいい話やけどさ、はい、エクセルとエグザイルって文字列が似すぎてるよな。やばい、マジでどうでもいい。はい、ということで今日は質問コーナーです。では、読み上げます。地方国公立は世間では日当駒線くらいの難易度、就職評価でしょうか。まず就職評価についてはその大学によって全然違ってくるね。多分質問者の人は地方の国公立大学が関東では知名度が低いからある程度全国的に名が知られている、日当駒線と同等程度とみなされるんじゃないかという点が心配なんやろね。そうかもしれないですね。気持ちはよくわかる。ただ地方の国公立大学って大学によって偏差値も知名度も全然違うからまるっとひっくるめて語れないんよね。例えば大阪公立大学とかも地方の国公立大学に含まれるけど、就職という意味でも偏差値的にも日当駒線よりはだいぶ上なんよね。一方で関東ではほとんど知られていない県立大学とか私立大学になってくると日当駒線の方が関東では採用されやすいかもしれんね。ふむふむ、なるほど。いずれにしても大学というものは目的達成のための手段でしかないんよ。とおっしゃいますと？例えば先々超一流企業に勤めてバリバリ稼いでサラリーマンとして成功したいと思うなら、最低でも早計普通は東京一高を目指す。つまりそういう人生を送りたいという目的があって、早計とか東京一高に行くのはただの手段なんよ。なるほど、確かにそうですね。一方で将来どこでもいいから仕事さえあればいいという程度なら、地方の国公立大学でも日当駒線でも別にどっちも変わらんと思う。比較的就職率の高い大学を選べばもっと楽な大学だって目的を達成できると思う。そうですね。大事なことは本人がどう生きたいかなんよ。私の場合、高卒の頃に仕事を見つけるのにすごく苦労したから学歴を取りに行ったけど、今は投資家という仕事をしていて学歴とかどうでもよくなっている。その人の生き方とか働きたい場所によって大学に行くべきかどこの大学に行くべきかなどが変わってくるんですね。そういうことやね。続いて難易度についてやけど、多分ここで言う難易度は入試難易度の話よね。多分ですけどそうだと思います。入試難易度だとすると偏差値である程度わかるだろうから、各地方国公立大学の偏差値を確認してもらえばいいかな。あと意外と知られていないけど、地方の国公立大学って今は3科目で受験できる学部も結構あるんよ。共通テストも3科目でいいという学科も結構あるから、受験科目数でいうと私立大学と大差ないレベルになってきてるんよね。そうなんですか。めっちゃいいじゃないですか。そうなんよ。私が学生の頃って国公立大学は原則として5教科以上だったから負担が大きかったんやけど、今はだいぶ楽な学部学科が出てきてるんやね。それで国公立大学のネームバリューと安い学費を享受できるんだから、さらに私立大学に行く理由がなくなってきてるんよね。私だったら絶対3科目で行きますね。もちろんみんなそう考えるだろうからある程度難易度は高いやろうけど、学費を考えたら絶対国公立大学よな。私の知る限りだと埼玉大学、滋賀大学、東京都立大学、横浜市立大学、富山大学、信州大学、大阪公立大学、広島大学などの一部の学部において確か科目数が少ない受験方法が設定されてたはずよ。結構名の知れた名門大学も入ってるから、国公立大学を狙っている人は調べてみるといいさ。試験制度って毎年のように変わっちゃうのでちゃんと調べないとですね。そうやね。それはとても大事なこと。ということで質問者への回答で言うと、難易度、就活での評価ともに国公立大学によって全然違うというのが答えやね。ただ一般的な話で言うと国公立大学の方が日当駒線よりは高く評価されるよ。なぜならほとんどの人事が国公立大学は5教科以上の試験が必要と思っているし、なんとなく難しいと思っているから。でも実際は3科目受験でいい国公立大学も増えているから、一概に国公立大学の方が賢いとも言えないんやけどね。ふむふむ、理解しました。今回も質問ありがとうございました。また何かあったら概要欄の質問フォームから送ってください。ではまた次回お会いしましょう。